関節っていうのがそもそも物体としてないんですよ。空間なんですよ。物体としてあるのは具体的骨なんで、体という元の設計図というのを木というんですよ。はい、風というのはそこでまあお父さんとお母さん、男性と女性というまあ2人のものから身が生まれてくるというね。その身っていうのがそもそも身体の身ですから。今の空のお話ですけど、はい、そもそも体って空だじゃないですか。だからね、この空っていうのが空っぽの空っていうふうに思っちゃいけないと思うんですよね。ゼロという空、わかります？はい、空って結局空ですから、空ってじゃあ何で作られてるかっていうと、うん、空の空でもありますね。食べるの空、空によって空は作られてるんですよ。要するに体は作られてるんですよ。ですし、体って体って読みますよね。体、うん、って田んぼの田に石の井で体ですよね。田んぼって命の根源っていう意味があるんですよね。命の根源の井というのはこれ石の井でね、実は命の根源の完成したものっていうのが、それが実は体なので、そんな風に思ってもらうと、結局体って命の根源が物体として完成したもの。いいっていうのはまあ完成したものって意味があるんですね。根源が物体として完成したもの。完成したもの。結局命の根源が物体として完成したもの。そしてそれは空である。空というのはやっぱりゼロである。ゼロであるので、ゼロのポイントに持っていかないといけない。ゼロというところに持っていくためにはバランスが大事だし、そのためにはやっぱりその体っていうのはそもそもがエネルギー体なので、エネルギーとやっぱり視点から見てもらって、その空のものに何を入れていくのかっていうと、エネルギーを入れていかないと、そもそもエネルギーっていうのが詰まったものが体であり、その体をど真ん中に持っていくことによってちょうど中立を保てるものっていうような、私は体っていうのはそういうイメージを持ってるんですけどね。すごいな、いろんな視点からというか角度から全部つながり合いますね。空じゃない空という概念は本当にその通りですよ。それはもともと大元ゼロポイントフィールドというところのエネルギーが詰まったところからエネルギーが出てるわけなんで、結局空のものってないんですよね。この世は見えるものと見えないものでできてるっていうふうに言いますけれども、見えないものの中にもエネルギーはあるわけですからね。見えてないだけで、物質じゃないだけでエネルギーはある。空気だって目には見えてませんけれどもエネルギーですよね。空気もエネルギーですから、そんなふうに思ってもらうと、結局風だけれどもそこはもうエネルギーということは、体というのも空だけれどもそれはエネルギー体であるっていう風に考えてもらうと、やっぱりそのエネルギー体というものが物質化して完成になって目に見えるものになっている、ってそういうものが体じゃないかなと思ってます。先ほどの立て越し体操が体の根源に立ち返る体操であるという風に言いましたけども、これをもっと深めると、体っていうのがおっしゃってくれたように空っぽなので、空っぽである体の根源に立ち返るっていう、またより一歩進めるとそういう意味になってきて、そういう思想にしてるんですよね。立て越し体操ってどんな体操ですかって言われたら、いろんな言い方ができるんですけども、今の話に合わせて言いますと、体に空間隙間をいっぱい作っていくと、体を構造通り使うことで本来の状態になったら、体って隙間ポケットがいっぱいあるわけなんですよね。この空間を作っていく、隙間を広げていく体操なんですよね。で、健康ということの語源が立て越し体操では健やかって言って、これがすくやかから来てると、すくっていうのは髪の毛をすくとか畑をすくとか、要するに隙間を広げてきれいに整えていくっていう意味がすくなんですね。でやかっていうのはそれを強調する言葉なんですけども、すくすく育つっていうのもそうだし、すっくと立つっていうのもそうだし、そこから派生してすっきりという、健康ってすっきりした状態じゃないですか。だから昔のすくやかっていうのも大和言葉みたいなんですけども、昔の日本は健やかっていう言葉一つで表現してて、健康っていうのは僕は何かっていうのは、結果まあ立て越し体操をして健やかになっていきたいわけですから、で健やかってどういう状態なのっていうのは、体が本来の構造通り使われることで、体本来の隙間がちゃんと担保されている状態と確保されている状態であると考えてるんですね。そう考えると、要するに雨の皆神様が体のエネルギー、空間というエネルギーとしてあるという、そういう状態なんだなという、背骨を雨の皆神と捉えて、ね、あと右左っていう、そんな単純じゃなくて、もっと体中の隙間っていうのが雨の皆神様っていうことなんじゃないかなというふうに感じてきますね。すくやかってね、今おじおっしゃってくださったんですけど、実はそもそもすってね、この素粒子の層で吸うじゃないですか。素粒子の層で、すってこのシュと書いてもすって読むんですね。虫っていうんですね。虫、これ実は神様って意味があるんです。すって神様なんですよ。くって言ったらね、普通のくって思われるかもしれないんですけど、そうじゃなくてきゅうなんですよね。きゅうって実は神様のことなんですよ。だから今のね、王子、まあ今すくやかすくやかってなんかおっしゃってくださった
ってましたけど、このすくやかって、あ、なるほどね、と、今聞きながら、神様の、まあ、あるべき状態、神様って何かってエネルギーがたくさんあるのが神様、めっちゃ簡単に言ったらね、完璧なエネルギー状態が神様だとするならば、同じ状態の体である、それがまあ、すくやかなんだな、というふうにちょっと思いましたね。鳥肌立ちますね。だから体って追求すればするほどこんな完璧にデザインされて作られてるものって考えられないんでね、科学がどんだけ発達して英知が結集しても体一つ作れないわけで、だから神様の世界に行き着くんですよね、うん、それで言うとあれですよね、体って意識的に動く部分、私たちこうやって意識的に動いてますけど、はい、無意識に心臓なんか当然ですけど動いてくれてるじゃないですか、はい、そっちの方が多いですから、そうですよね、はい、もう勝手に動いてくれてる、はい、寝てる間も、はい、これもね、陰と陽のバランスだと思うんですよ。例えばそれが陽だとするならば、無意識的なところっていうのがやっぱり陰だとするならば、で、両方が働いていないと結局のところは働かないですからね、体って。勝手にね、やってくださっているっていうところに感謝していかないといけないんですよね。結局物質の中にも意識的な部分と無意識的な部分っていうのがあるっていうふうに考えると、結局やっぱり体の中でも陰と陽っていうのが勝手に私たちのね中にあるんじゃないかなと。物質の中にも陰と陽なんだっていう。なるほど。この世ってね、そもそも四足とも言われてるんですね。四足。今さっき言ったみたいに男性女性という陰と陽の世界と、三位一体という右左真ん中の世界と、次はね、四足っていうのが出てくるんですよ。四足ってどういうことかっていうと、二つの物事からまた二つに発生していく、これを四足っていうふうに言ったりするんですよね。もともと二つのものが四つに分かれていくんだよっていうのが、それが実は四足っていうんですけど、私ちょっと今パッと思っただけですけどね、これね、手と足で読んだなって今ちょっと思ったんですよね。四足といえば僕の中ではチーター好きなんですずっとその四足かなと思ってる。もちろんゼロというね、ゼロポイントフィールドのゼロの世界があって、次はゼロから一の非っていう世界があるんですよね。はい、その次に二の世界に分かれる。うん、そこから三の世界に分かれて、次は二から四の世界に分かれるという、それちょっと宇宙の法則があるんですけど。うん、最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て、何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アットメルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。